さあ3月に入り間もなく1週間ですが来月4月の新年度から転勤や進学就職移住などで初めて群馬に住むという方も多いのではないでしょうかそこで今回は群馬で新生活を迎える皆さんを応援するために交通買い物住宅事情から見る群馬のリアルを特集でお伝えしたいと思います。 また動画内の情報は制作時の2022年当時のものとなっています。さあ、明日から4月の新年度ですが、就職や転勤、また進学で群馬県へ初めて住まわれるという方も多いのではないでしょうか。そこで、ウェルカム新生活群馬へようこそということで、今日から3日連続シリーズで、 群馬のリアルお伝えしますスペシャルをお届けします1日目の今日は交通編です関東地方の北部に位置する群馬県車社会で交通のアクセス性も悪いというイメージもあるかもしれませんがなんと群馬県から長野県の軽井沢までたった15分で行ける場所があるなど実は交通拠点性がめちゃくちゃ高いエリアだったのですそんな群馬県の交通事情について詳しく見ていきます ここは群馬県内唯一のターミナル駅高崎駅です鉄道以外にも県内外へと向かう路線バスや高速バスなどが発着します西口や東口の両側で市内各地や郊外のイオンモール高崎さらに一部バスは隣接する前橋市や渋川市まで向かいますそして鉄道です 高崎駅には JR のほか私鉄の上進電鉄が乗り入れているほど、ここは群馬県1のターミナル駅です。各路線について路線名のみですとどこへ向かうか分かりにくいため、主な停車駅やスポットなども合わせてお伝えしますえ。まずは在来線です。こちらは JR と私鉄2線を示す群馬県内を走る鉄道のネットワークです。今回はスペース上から東武鉄道など、 私鉄を除いております。まず、県内を走る JR は、両毛線、湘南新宿ライン高崎線、新越本線、吾妻線、上越線、八甲線となっています。高崎線は、市内の倉賀の新町を通って、大宮、東京、横浜方面へ一本でアクセスできます。また、この湘南新宿ラインは、新前橋や前橋まで一部列車で乗り入れています。 続いて、八八線は駒川八王子方面へ向かいいます。続いて新越本線は現在のところ群馬区間は高崎から横川となっています吾妻線は高崎から新前橋を経由し渋川で分岐長野原草津口方面へと向かいます上越線は高崎から新前橋で分岐をし渋川を経由 そして水上新潟方面へと走っていきます。両毛線はもともとは新前橋、小山間が正式な区間ですが、全列車新前橋から高崎まで乗り入れています。続いては私鉄ですが、ここでは2路線ご紹介しています。高崎から下二に走る上新電鉄の路線、中央前橋から西桐生へ向かう上毛電気鉄道の路線です。 続いて主な停車駅や有名スポットを合わせますとご覧の通りです簡単にご紹介しますと日本一のもぐら駅で有名な度会駅群馬県庁の最寄り駅と知られる前橋駅富岡製糸場の最寄り駅と知られる上新電鉄の上州富岡駅峠の釜飯で有名な荻野屋がある横川そして草津温泉の 最寄り駅とも知られる長野原・草津口駅などです。群馬県内の在来線では、高崎から新前橋間では、上越線のほか、あがつま線、両毛線が走っているため、例えば高崎から新前橋へ移動する際は、おそらく群馬県内で一番列車の本数が多い区間となります。また先ほどもお伝えしました、県庁などの最寄り駅とされているのは、前橋駅で新前橋駅から、 伊勢崎小山方面へ一駅となっています続いては新幹線です高崎駅には上越新幹線と北陸新幹線の二つの路線が乗り入れています高崎駅から乗り換えなしで行ける駅を示したのがご覧の通りです今回このうち注目するのは長野県の軽井沢駅です こちらは北陸新幹線の JR 高崎駅を出発した直後の様子です。徐々にスピードが上がってきています。そして画面奥が上越新幹線、画面手前側が北陸新幹線で分岐をしています。そしてこの長野県の軽井沢駅までは北陸新幹線で高崎からなんと15分で行くことができます。途中駅の安中春名駅を停車した場合でも20分のアクセスです。 利用者数が多い東京方面を見てみますと大宮へは28分東京は50分で到着ですまた首都圏のほか新潟長野や富山金沢などの北陸方面も1本でアクセスでき2024年には福井を含む鶴ヶまで延伸します将来的には日本の2大都市 大阪を要する新大阪まで群馬県から直接行くことが可能となりますこれは空港がない群馬県にとっては非常に大きな出来事で東京大阪の2大都市に鉄道で接続されますいかがでしたでしょうか今回は「群馬のリアルお伝えします」の第1弾として交通編をお届けしました皆様の持っていたイメージと同じでしたか違いましたか 感想などをぜひコメント欄にてお寄せくださいそして字幕でもお伝えしていますが明日は群馬県の物価は全国最安級2日目は買い物編をお届けしますぜひご覧くださいウェルカム新生活群馬へようこそ昨日から3日連続シリーズでお届けしている群馬のリアルお伝えしますスペシャル2日目の今日は買い物編です 実は群馬県全国でも有数の物価が安い県だということをご存知でしょうかその物価の安さも影響してか全国展開の小売企業も続々誕生皆さんの知っているあの店舗も実は群馬県企業かもしれませんさらに群馬県の大型ショッピングスポットについても見ていきます群馬県実は物価の安い県国の統計でも現れていまして 小売物価統計調査構造編2020によりますと都市別消費者物価地域差指数総合で全国平均を100とした場合都道府県の県庁所在地別で宮崎県の96.7を抑えて前橋市が96.6と全国で最も物価が安い都市となりました都道府県別に見た都道府県別消費者物価地域差指数総合でも 群馬県は宮崎県に次ぐ全国2番目の安さとなっています。それでは、何がここまで物価の安さにつながっているのでしょうか？先ほどの都道府県別の値を10の項目別で見ますと、総合値に対する10の項目の寄与度で群馬県の物価を押し下げる。要因として最も高かったのは食料のマイナス0.99ポイント次いで教育のマイナス0.7。2ポイント。 住居のマイナス0.70ポイントと続きました。群馬県は他の都道府県に比べ、これらの3要素が特に安いと言えるのでしょうか。群馬県はそんな物価の安さも影響してか、全国展開の小売企業もたくさんあります。こちらは群馬発の複数県に展開する主な企業の一部です。まずスーパーマーケットは、ベイシア、フレッセイ 取り線があり、米社は一都十四県、フレッセイは群馬、埼玉、栃木。取り線は群馬、栃木、茨城、埼玉に展開しています。その他にも。山田電機は四十七都道府県に展開。メガネで有名なジンズも四十七都道府県に展開。自動車会社のスバルも日本国内や海外に展開しています。 さらにあの有名な商品を作っていたのは実は群馬県初の企業ということもたくさんありますその一部として今このご覧いただいているペヤングそのペヤングも伊勢崎市のマルカ食品ハーゲンダッツは高崎市に工場があります原田のラスクも高崎市のガトーフェスタ原田札幌一番は前橋市の山陽食品 こんにゃく畑ゼリーでも有名なのは富岡市のマンランライフが発祥です群馬県の買い物事情物価の次は群馬県内の大型ショッピングモールについて見ていこうと思います欅ウォーク前橋は2007年3月10日にオープンし店舗数を151店舗店舗面積を5618平方メートルとなっています 2019年にはロフトが県内初出店を果たしていますイオンモール高崎は2006年10月20日にオープン店舗数を約210店舗店舗面積を約7万6000平方メートルとなっています昨年イオンモール高崎は新たに建物を建て同床を行っています この店舗数210店舗はイオンモールの中でもかなり大きな部類です。また高崎駅前にやってきますと、高崎大パや今見えています高崎高島屋など大型の商業施設が集積しています。別動画で詳しく紹介しているのでそちらもぜひご覧ください。イオンモール大田は2003年12月5日にオープン。店舗数を約150店舗。 店舗面積を約6万2 0 0平方メートルとなっています。一昨年地元市の報道で増床の計画があることが明らかとなりました。また、このイオンモールは群馬県内で初の大型商業施設となります。オープンの2003年から今年で19年目を迎えることとなります。増床した場合はどこまで大きくなるのでしょうか。 正式な発表はまだありませんが、さきのイオンモール高崎のように、増床した場合は200点を超える大規模なものとなるのでしょうか。スマーク伊勢崎は2008年11月20日にオープン、店舗数を180店舗、店舗面積は約5万2800平方メートルとなっています。昨年2020年に第一期のリニューアルを終え、 今年2021年以降は施設全体を対象とした第2期のリニューアルが行われますまたこのスマークのリニューアルの模様は旅チャンネルニュースチャンネルでも詳しくお伝えしているのでそちらもぜひご覧ください群馬県の大型ショッピングモールを4つご覧いただきましたこうして見てみますと群馬県は物価も安く全国規模の企業もたくさんありますので意外と住みやすいのではないでしょうか さあ、明日は群馬のリアルお伝えします。スペシャルの最終日。三日目は群馬県は持ち家以外にもマンションも多い。住宅編をお届けします。ぜひご覧ください。ウェルカム新生活群馬へようこそ。一昨日から三日連続シリーズでお届けしている群馬のリアルお伝えします。スペシャル。 3日目の最終日は住まい、住宅編です。群馬県は田舎が多いイメージがあるかもしれませんが、一方で一部の都市では戸建てに加え、マンションが多く立地するエリアもあります。今日は実際にどれほどマンションなどの共同住宅が立地しているのかも合わせて見ていきます。同じ関東地方の中でも東京などの関東南部ではマンションが多く、 一方群馬などの関東北部ではマンションは少ないというイメージがありますが実際はどうなのでしょうかこちらは総務省が調査をした平成30年の住宅土地統計調査の結果で関東1都6県の持ち家の住宅率を3段階の色で示しています一番多い70%以上は赤で示していて群馬の71.4% 茨城の71.2%となりました1いでしたら69%台は栃木の埼玉の6 5 7 5 4ました東京は45%神奈川は59.1%などとなっています群馬県は最も多く71.4%でしたが 近隣の埼玉県や千葉県などと比較しています。と、多くても六パーセント台の地差となっているのが意外でした。では、やはり持ち家の方が多いのかということですが、一方で、こんなデータもあります。こちらは、同じく総務省の平成三十年の住宅土地統計調査の結果で、関東一都六県の建物の回数別で示した。 共同住宅の住宅宅の数が示しています。この数字2段階となっていますが上の青い数字が6階建て以上の数で下の白い数字がそのうち15階建て以上を占める数となっています群馬県は全体的とりわけ埼玉東京神奈川千葉などの1都3県と比較しましても圧倒的に少ない数となっていますしかし茨城県や栃木県と比較しますと 東京圏などに比較的近いつくば市などを要する茨城県の数と、そう大きく変わらないのは奮闘している方ではないでしょうか。ここで群馬県内でも多くのマンションが建っている群馬県高崎市の JR 高崎駅周辺の様子をご覧いただきます。 先ほどのの地図を2つ合わせますとご覧の通りで、こうして見てみますと大規模なマンションが建つ都市というのはある程度限られてくるというのが分かりました一昨日もご覧いただきましたこちらの群馬県内の鉄道ネットワークを見ても分かります通りマンションが多く建つ都市は駅からの良好なアクセス性戸建て住宅が多く建つ人気の町には大規模なロードサイド店が集まる国道や 大型商業施設からのアクセスが良い場所が選ばれる要素の一つとなっています。いかがでしたでしょうか。ここまで群馬県の住宅事情について見てきましたが、皆様はどのような感想を持たれたでしょうか。一昨日からお伝えしてきました交通編、買い物編、住宅編を合わせて3つ見てきますと、またその印象も変わってくるのかもしれません。 今回は4月の新年度ということで就職や転勤進学などで群馬県初めて住まわれる方に向けて群馬を知ってもらうきっかけになればと思い今回の動画を制作いたしましたよろしければ皆様の感想や意見などをコメント欄にて残していただけたら幸いです最後までご覧いただきましてありがとうございました